昨日、酒田市の沖合で男性の遺体が発見されました。周辺では鶴岡市に漂着した船に乗っていた男性が行方不明となっていて、酒田海上保安部が関連を調べています。酒田海上保安部によりますと、昨日午後4時過ぎ、航行中の漁船の乗組員が酒田市高砂の酒田灯台から西へおよそ2.7キロメートルの海上で。 男性の遺体を発見し、酒田海上保安部に連絡しました。先月30日には鶴岡市三瀬に無人の船が漂着し、この船を一人で操縦していた酒田市の菅原清さんが行方不明になっています。今回発見された漂流遺体の男性と菅原さんとの関係については、現在調査中だということです。